白水滝は、岐阜県大野郡白川村の大白水谷にある、小川水系大白川に属する滝である。白山国立公園内の原生林の中にあり、高さ72メートル、幅8メートル。深い森の谷から絶壁を、水が垂直に落下する一筋の滝である。白水滝の名は落ちる、水の色が乳白色に見えることから付けられた。かつては、 その雄大な姿から日本三大名瀑の一つに数えられることもあったが、日本の滝百選には含まれていない。岐阜県の名称に指定されている。1963年、隣の谷に大白川ダムが完成すると、滝の上流で取水が行われて、ダムに水が供給されるようになった。このため、滝に流れる、 水の量は調節されており、すべての水をダムに向けて取水する陶器には、滝が遮断される。滝の姿を見ることができるのは、観光用に放流する夏から、秋の間のみである。国道156号の大白川橋の北の交差点から、岐阜県道451号白山公園線を、白山上山口方面の西に進み、白水滝駐車場まで車で30分。 遊歩道で滝展望台まで徒歩5分。滝に向かう道路は、陶器には通行止めとなる。滝の西北西400メートルほどの位置には、白山登山道の登山口がある。ありがとうございます。